ようございます。今日は、滞在先のラビスタ東京ベイでモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。娘と初の2人旅に来ています。いつものねルーティーンやっていきたいなと思います。まず最初に、洗顔はもうねちょっとお風呂に今朝風呂とサウナに入ってきて顔は洗ってしまったので、その次からねやりたいと思います。まず私が毎朝絶対使ってるグーダルのグリーンタンジェリンビタシートナーパッド、これはね韓国コスメです。これ絶対毎朝使ってます。これは拭き取りパッドなんですよね。そうで、こういう感じ のビタミン C の美容液がたっぷり含まれた、拭き取りパッドになっていて、1枚ずつこういう風に取れるようになっています。で、表の方がねちょっとボコボコしてるので、こちらで顔を軽く拭いていきます。摩擦になりたくないので本当に軽くやります。で、洗顔でまだ取れてない汚れとかが結構取れるから最初はショックを受けると思います。耳とかも結構拭きますね。耳の後ろとか、あと結構盲点なのは首、首も一緒に拭いちゃいます。特にこういう後ろとかも拭くとえっていうぐらいなんか汚れがついてる時があったりするので、はい、拭いてさっぱりします。こんな感じ、摩擦にねならないように軽く拭いていきます。基本的には夜のルーティーンとあんまり変わらないんですけれど、私はゼオスキンをね一式使ってます。で、まず最初にこの化粧水のバランサートナーを使います。これはね割と普通の化粧水って感じなんですけど、一式使った方が効果が高まるかなと思って、これも3本目ぐらいかな、ずっと1年半ぐらいはリピートして使ってます。デパコスもねすごいいいんだけど気分上がるから、結果を出してくれるのはやっぱりこういうドクターズコスメかなっていうことで、いろんなものありますけれども、エビロンとかね、私はゼオスキンが自分にすごく合ってるので結構ね長く使ってます。こんな感じですごいさっぱりする感じ、香りは別に良くないんだけれど、すごくね実用的というかしっかり肌をねケアできるのがゼオスキンかなと思います。で、次ですね、はい、これもゼオスキンの C セラムです。これはねビタミン C 10% 入ってるものになります。ワンプッシュぐらいかな、朝はねあんまりベトベトになりたくないので、夜は結構ねたっぷりつけちゃうんですけど、朝はこの上にメイクをするので軽くワンプッシュぐらいのせます。で、顔がちょっとヒリヒリする時もあるので、そういう時はねやめて他のもので代用したりするんですけど、今日は大丈夫なので塗っていきます。ビタミン C 大事なんでね、本当に年を重ねるにつれてすごくそう思うので大事にはしてます。で、次はデイリー PD ですね。これはレチノール入りのクリームになります。これもね朝はワンプッシュかな、あんまりコテコテになってもねちょっとメイクの邪魔になっちゃうので、朝はワンプッシュぐらい、夜はね結構たっぷりツープッシュとか塗るんですけど、ゼオスキンにしてからね肌綺麗になったって言われますね。だからすごく自分にも合ってるし、初期投資がねちょっと高いんだけど病院に行かなきゃいけないしね、一回買ってしまえば同じ病院でね診察出して変えたりとかするので、私はそんな感じでリピートしてますね。はい、基本のスキンケアが終わりました。あ、忘れてた。で、ちょっとヘアもやりますね、このタイミングで。これも夜と同じなんですけど、オージュアのオイルですね。オージュア給油セラムヘアトリートメント、クエンチを私は使ってます。なんかねオージュアシリーズ結構高いってイメージがあるんですけど、これはねこのサイズで2800円ですね。はい、ワンプッシュします。高いけどね、高いけどやっぱり髪の毛ってもう生え変わらないですから、もう生え変わらないというか一生ね大事にしていくものなので、やっぱりそこにはちょっとケアをしっかりしてあげたいなって40過ぎてから最近ですね思いましたね。これはね全体につけるというよりは私は毛先の方につけてあげます。なんか全体につけると頭皮の方につけちゃうとベタベタしちゃうので、表面とか下の方につけていきます。はい、髪の毛はこんな感じです。これで一応ねお顔のベースのスキンケアが終わったので、この後メイクしていきます。ちょっとね朝の景色見て、テラス出てみようかな。
テラスから見る朝の東京ベイです。昨日はね、夜景がめちゃめちゃ綺麗だったんだけど、朝は朝ですっごい穏やかでめちゃくちゃいいね。ここはね、11階のお部屋なんで結構高いんです、ね、こんな感じでランニングとかしていいなっていう感じの朝です。じゃあこのね、旅用に持ってきたウィークエンドホテルの爪ケースに詰めてきたコスメでね、メイクしたいと思います。まあ、こんな感じでバサッて入れれるのですごいいいかなと思います。これで前髪を留めていきます。これで前髪をこれ留めとくとパカリ分かれないんですよね。だからスタイリングもしやすいし、メイクもしやすいから最近使ってます。じゃあスキンケアも次だよね。まずは、まあ、基本日焼け止めなんですけれど、今回はね、下地に SPF が入ってるものを持ってきました。このディオールの下地を使います。ディオールスキンフォーエバースキンベール001番です。もうちょっとでなくなりそう。すごい使ってるので、これはね、ディオールのファンデーションを買った時に一緒に買ったんですけど、すごく使いやすい、こんな感じの色味ですね。顔全体にのせていきます。もう日焼け止めはね、絶対に塗らないとね。まあこれはそんなに SPF 高くないですけど、夏の間はね、やっぱり SPF50 とかのものをしっかり塗った方がいいのでね、ちょっとこれだと物足りない感じではありますが、今日ちょっと忘れちゃいました本当はこの下に塗るんだけど、でこれはすごく肌がこのスキンベールっていう名の通りスッとした感じのお肌にしてくれるので、まあちょっとトーンも上がるけれど、そんなに真っ白にならないので、すごい気に入ってる下地になります。はい、こんな感じですね。次コンシーラーいきますね。私はこの&Bのファンシーラーがまた最近復活してます、私の中で。これね、オレンジのコンシーラーとベージュのコンシーラーのセットになってて、オレンジがここのレーザーの跡を消すのにやっぱりオレンジだなって最近思ったので、このオレンジでまずトントンとやります。そうすると本当にほら消えるんですよ。だからベージュじゃダメなんだよね、オレンジなんだよなってまたね気づいて、最近はねオレンジのものを先に塗ってから、その後に物足りない時はまたベージュで上からカバーするっていう感じで、必ずオレンジを塗ってます。あとこの辺のちょっとクマとかもやっぱりクマはオレンジっていうことで、ちょっとオレンジでトントンしてからファンデーションを塗るようにしてます。なので一番土台でこうオレンジで顔色を良くしてから重ねていくっていう感じに最近してますね。うん、これでなんかだいぶ違ってくるので。ファンデはね、こちらですね、資生堂のシンクロスキンセルフレッシングティント、ちょっと文字が読めませんがこれはね、あの美容液と化粧下地とファンデーションが一緒になってるものなんですよね。でこれも SPF23PA2+ あるんですけど、まああのファンデーションと本当に下地の間っていう感じで、すごいあのナチュラルにつくので気に入ってます。普段使いね、こんな感じの色、私は結構色が黒いので、あの割と黒めの315番っていうカラーにしてます。なんかね、お肌にすごく馴染む、本当にシンクロスキン、肌と本当シンクロしちゃうっていう感じの美容液クリームみたいな感じのファンデーションですね。まあ指で塗ったりパフで塗ったり、その時によって違うんですけど、ちょっと今日は指で伸ばしていきたいと思います。それぐらいこう綺麗にクリーム状なので、すごく簡単に伸びるファンデーション、なんかファンデーションつけてる感がないので、結構休日とかはよくこれをつけてるかな。がっつりメイクっていうわけではなくて、ナチュラルメイクしたい時とかはよく使ってますね。でこの辺の赤みが気になるので、小鼻とかは手に塗ります。でもこんな感じ、本当にざっくりっていう感じで塗っていきます。ちょっとまたここが目立っちゃうので、またねこの同じシリーズのコンシーラーでちょっと隠していきます。これはねシンクロスキンのジェルコンシーラーですね。これはねファンデーションと同じ色にしているので、すごく自然に乗っかりますね。でこのスティックのまま乗せられるっていうのがすごい便利で、これはあの携帯用にも使っています。で周りをちょんちょん指でやって
こんな感じですね。このね、あの ADM のレーザーはレーザー当ててから1年ぐらいでね消えてくるそうなので、まだね消えないんですよ。もうちょっとで1年経つのかな。あ、ちょっと薄くはなってきた。こんな感じですね、ベースは。はい、まあ、艶がある感じでナチュラルな感じにしています。そして次は、アイシャドウはね、そんなに今日はあのモリモリにはしたくないので、そういう時はエレガンスのレオンジュレアイズを使っています。06番ジェル状のアイシャドウなんですよね。ちょっとね、取るのがね、あの爪に入るので、爪のこう外側で取ってる感じなんですけど、そこがちょっとめんどくさいんですけど、でもすごく物はいいので愛用してます。こんな感じの色ですね。で、まあジェル状なのでムラにならずに全体的に明るくしてくれるので、すごく気に入ってます。やっぱりエレガンスすごい好きかもしれない。最近またね熱が来てます。でも休日はね、本当にシンプルに、そんなね色をつけずに、こうなんか光の感じだけ、明るさだけこう乗せたいなっていう感じなので、あんまりいっぱいはつけないです。目元が明るくなるかなぐらい、こんな感じですね。はい、これぐらいでいいと思います。で、次アイラインを入れます。アイラインはデジャブのラスティングラインを使っています。これはね、本当に何年も使ってるアイライナーで、すごい使いやすいジェル状なのでね、こんな感じのちょっとダークグレーみたいなのを使っています。やっぱりね、ジェルがすごい描きやすいなって思って、描きやすいけどよれにくいっていうので、すごい愛用してますね。はい、こんな感じでアイラインを引きました。そしてあと眉毛かな。眉毛はですね、これもずっと何年も使ってる、ザセムの眉毛ペンです。はい、これはですね、新大久保で250円ぐらいで買いました。すごい描きやすくて、ね、グレーを使ってます。この形がすごい描きやすいんだよね。で、私はアートメイクをしてるので、ちょっと眉頭だけ主に描いて、最近はちょっと太めにしたいなとは思ってるんですけど、眉頭はちょっとね気になるので描いて、で下の方も描いて、形をこう整えていく感じで、足りないところに描いていく感じですね。このくらい、うん、今左右差があるので、ちょっとそれを修正したいなっていう感じで描いていきます。アートメイクもね、すごい便利ですよ。本当にやってよかったなって思う。まあ賛否両論あると思うんですけどね、私は本当にやってよかったなと思って、寝起きでもやっぱり眉毛があると、もう顔がね一応半分ぐらいは完成したように見えるので、すごいいいなと思います。で、整えます。ちょっとぼかして、まあしっかりメイクの時はこの後パウダーとかのせるんですけれど、もう今日はねざっくりなので OK です。で、まつげ上げていきます。ビューラーはね、アイプチのものずっと使ってます。本当にこれね、まつげしっかり挟んでくれるからめちゃくちゃいいんだよね。で、まあこのアイプチのビューラーをやって、あとまつげパーマをね定期的にかけてるんですよね。1ヶ月に1回ぐらいかな。でも、うん、そうするとだいぶまつげの、ね、上がりが良くなるので定期的にいってます。マスカラはシャネルのイミニダブルエクストレム、すごい難しい名前、10番ヌアールビビュール、これ黒ですねを使ってます。ボリューム系のやつをね使っています。はい、これブラシがすごい塗りやすくてとても気に入ってます。ちょっとね匂いがあるかな、まあでもね、そんなに気にならない程度ですね。マスカラはね、自分の人生ベストオブベストっていうものにまだ出会ってない気がして、いろんなものをまだ試している旅の途中ですね。今はずっと使ってるのはデジャブのあの赤いものなんですけど、なんかそれ以外に自分にこれだっていうのをね探したくて、いろいろ使ってるうちのこれは一つで、シャネルのボリュームを買ってみたって感じ。悪くないです、私はすごい好きですね。あのボリュームなんだけど、そんなにあのすごいベタってつきすぎなくて、使いやすいマスカラだなと思います。まあ、ちょっとねでも高いので、リピートするにはやっぱりドラコスとかの方がいいので、ドラコスもねいろいろ使ってますね。こんな感じ、まあ、程よくボリュームが出てすごい好きですね。で、次ハイライト。ハイライトもシャネル、これはエリーさんにいただいたもの、超愛用してます。ボームエサンシェルをフェイスカラーっていう、このバーム状の
スティックですね。はい。で、ゴールドっぽい感じなので、すごく、ハイライトだけど、白っぽくならなくて使いやすいので、めちゃめちゃ気に入ってます。この辺にね、入れると、なんかこう、ツヤーンってして、元気な顔になるので、ちょっとこう、元気がない時とかに、入れたい感じですね。ここに入れます。はい。あと、チークもエレガンスのね、練りチークを使ってますね。これは、スリークフェイス NOR201 練りチークです。こんな感じ。そう、すごく元気になった感じの、こういうね、そんなに濃くない薄付きなのですごくいいです。それをこの辺に入れます。やっぱりね、顔色がね悪いとね、本当に40代終盤になってくると結構どんよりしちゃうので、チークは必須。でもなんかこう練りチークだとナチュラルに塗れるので、チーク塗ってますみたいな感じじゃなくて、なんかこう内側から肌がこう元気ですみたいな感じに見えるので、この練りチークをね愛用してます。この辺に入れてもいいと思います。なので、まあハイライト入れてチークはこの辺とこの辺に私は入れてますね。ちょっと正解かわかんないんですけどもね。あとね、リップ、はい、リップはこのシャネルのルージュココボーム924番。これはね、ルージュっていうんですけど、リップクリームですね。こういう感じの色味になります。リップなので結構薄いんですよね。がっつりはねつかないので、そこが気に入ってる。まあマスク落ちにくいとかはないんですけど、色がすごい可愛くてよく使ってます。でリップだからなんかこう安心して塗れるというか、匂いもそんなにないし、こんな感じでナチュラルに可愛いかなっていう感じで、やっぱりね顔色が大事なんで。でほぼ顔は完成したんだけど、あとねネイルオイルをつけます。これはウカのネイルオイル、私この13時の香りがすっごく好きで、これをねつけますよ。女子力高いでしょやっぱここ乾燥するのでね、この皮膚がねこうやってちょっと、これロールオンタイプなんですごい塗りやすいし、香りもねやっぱね、ウカのネイルオイルはめちゃめちゃいい香りなんだよね。これ3本目ぐらいかな、もう4年5年ぐらい好きでずっと使ってます。こうやってなじませておきます。ほんといい匂い、めちゃくちゃいい香り、天然のねアロマだからすごくいい香りで癒されます。で余った分は手につけて、はい、まあお顔はこんな感じですかね。さあ、あと髪の毛を適当にセットしていきます。今回はコテをね持ってきました。ちょっと旅用に小さいコテをね持ってきたんですけど、私はねまあ本当に巻くと言っても適当です。まずこの前のフロント部分をこういう感じで立ち上げさせたいので、こうやってね後ろにギュッてやる感じで。で、まああと同じ感じで適当ですよめっちゃ適当。まあ毛先が跳ねてるところをこう直す程度にですね巻いていきます。そしたらあとスタイリングを軽くしたいと思います。今日持ってきてるのは N ドットのスタイリングセラム。これすっごいいい香りなんですよ。美容院で使ってて、もう何使ってるんだろう、めちゃめちゃいい香りと思って聞いて買いました。こんな感じのちょっとなんかクリーム状のねものなんですけど、本当に美容院の匂いがするんだよねこれを手になじませて、本当にこれ美容院のいい香りがします。で全体になじませて、まああとはねピアスをつけて完成でございます。今日ね持ってきてるピアスはすごいシンプルな、パールピアスをねつけます。これはねすごく便利なんだよね。本当につけるだけでとても可愛くなる、まん丸のパールピアスなんで、いろんな場面で使えます。まあ、ちょっとサウナとか入るので外しちゃうんです。結構私はつけっぱなしにしちゃってます。こんな感じ、サイズがね程よいのでよく愛用してます。完成できた。今日の私のメイクはこんな感じです。はい、以上がね私のモーニングルーティーンになります。いかがだったでしょうか。お部屋が綺麗な旅先からやってみました。参考になれば幸いです。またね新しいアイテムとかコスメ系のね動画も撮ってますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。